ゆあさんは桜蔭の出身だということで、そうです。家庭科とか体育とかもすごい充実してて、70とかで、理系の方が多いです。分離が分かれたりしなくて70とかで、13くらいで成績取って、はい、お題を始めました。まちゃちゃんです。さあ、今回東京大学にやってきましたけど、どなたでございますか？はい、東大法学部3年生のゆあです。あ、ゆあなの？はい。どこの子供の名前と同じ。男の子だけど。はい。はい、女の子です。はい、さてさて、ゆあさんは桜蔭の出身だということで。そうです。ちゅるちゃんね、桜蔭の人がまだ出たことなかったんで、ちゃんと初の桜蔭ということで聞いていきたいと思います。はい。桜蔭って何？中学、高校。中高一貫です。中高一貫で、どんなとこなんですか？どんなとこ、うん、女の子しかいない。まあ、生徒はね、はい。はい。中学入るとき、めっちゃ大変ですか、やっぱ。入るとき大変って子もいると思うんですけど、私は大学受験の方が全然大変でした。うん、あ、そうだったんだね。はい、まあ、中学受験はそこまで苦労せずに。そうですね、結構中学受験って、あんまりちっちゃいから、うん、スマホ見たいとか YouTube 見たいとかそういうのもないし、うんうん、トントン勉強してって、うん、で、普通に受験の日が来て、うん、なんかテスト受けて、あ、受かった、みたいな。すごい縮められたけど、はい。まあまあまあ、それで、中学、高校と学校の授業はどうでした？学校の授業は楽しかったです。なんか英数国理社だけじゃなくて、うん、家庭科とか体育とかもすごい充実してて、すごい楽しかったです。充実してて、はい、家庭科とかで一人一着、うん、中1でエプロン作って、うん、中3ではパジャマを布から一から作るとかあって、すごい楽しかったです。英語はできたのか？私、数学が壊滅的だったので、うん、比べたら英語はできるって感じです。なるほど。なんか他の中高よりもこう早く進むみたいなのは早く進んでたのかもしれないんですけど、うん、みんな結構塾の方が逆にもっと早かったりとかして、塾行ってる、やっぱ哲力行ってるとか。そうですね、はい。で、理系も多いってことですね。理系の方が多いです。あ、医学部めっちゃ出たっていうね。すごいですよね。すごいですよね。そういう雰囲気はあるんですか？理系上、養成上みたいな。いや、全然そんなことなくて、私文系だったんですけど、うん、分離選択はある？分離選択はあるけど、クラスは高3まで全部一緒なんですよ。分離で分かれたりしなくて。え、中1から同じ？中1から1年ごとにクラス替えはあるんですけど、はいはい、その分離で分かれたクラスっていうのはない。あ、授業の時だけ分かれる感じ。え、じゃあ割合はどんな感じ？全部で240人なんですけど、はい、文系が70人強ぐらい。で、あとは理系。その学校内ではどれぐらいだったんですか？学校内では何番ぐらいとか。なんか期末テストとかは全部その順位出ないんですよ。あ、1回も順位ないですっていうふうに言われたことなくて、でそれでまあ、ただ寸大模試とかその学校で受ける模試受けると、その学校校内順位みたいな出るじゃないですか。文系の中では上の方だったと。いやいや、いい、そんな恥ずかしいからです。上の方だからこう東大いるわけですから。どれぐらいって言っていいですよ、数字を。全然覚えてないんですけど。全然覚えてないけど。全然覚えてないけど。けど15とか多分。お、何人中？文系の中なんで。ああ、文系その70何人のうちの15で、はい、え、どれぐらいが東大行けるとか。私の年が、うん、確か分離合わせて東大勝ったのが70何人とかで、それで、で文系がなんかもうあんまり覚えてないんですけど、20、30くらいかな。ああ、20、30人、それで40人ぐらいが理系。じゃあその理系集団はやっぱダメだった人がやっぱりいたわけですね。いや、でも理系は東大じゃなくても医学部みんな行ける。そっかそっか、はい、医学部目指すからね。やっぱ京大とかにも行く人いる感じですか？京大はそんなにいないです。医科しか、医科しかめっちゃ多いです。そういうとこなんですね。すごい戦いですよ。これは特徴ですみたいなのあるんですか、学校で。だから開成だったらほら運動会、つくこまだったら文化祭。文化祭とか男子校みたいに大々的にやらないし、うん、すごい素敵なんですけど、うん、その外部の人とかもすごくたくさん来る、誰でも呼べるかもって感じじゃなくて、やっぱり女子校なんで、うん、セキュリティとかちゃんとしてるんで。なるほど。でもそうですね、運動会とかは本当にちゃんと準備するし、なんか私弟がいるんですけど、うん、弟の運動会とか結構遊び要素が強くて、でも私たちはちゃんとなんか結構熱かったです。ガチの戦いですか？ガチの棒倒しみたいな。棒倒しはちょっとないです。棒引きとかありました。棒引き、高3で棒引き。騎馬戦とかもないのか。騎馬戦なかったですね。女子だと何やるんだろう。あとリレーとか。ああ、はいはいはい、とか。あとなんか毎年新しい新競技って言って、はい、新ルールの作るオリジナルのを作ってくれて、体育委員がそれをみんなでやるみたいな。
オリジナル競技が毎年ある。オリジナル競技あります。すげえ、はい、それ珍しいと。部活はどう？私ダンス部だったんですけど、はいはい、そういう運動部でも忙しい部活はもうほぼ毎日、大会の前とか公演の前とかだと毎日、うん、朝昼放課後ってあったんですけど、うん、全然その活動がない部活だと週1、1時間とか結構差があった感じです。やってました？かなり、うん、やってました。部活しかやってなかったです。部活しかはないだろうけど盛んですか？なんかほら運動部が全国出るとか、なんかそういう大会とか全国に運動部の大会は出てたんですけど、うん、その例えば合唱部がコンクールに出たりとか、はいはいはい、そういうのがあんまりダメっていうか、ダメではないと思うんですけど、うん、上手なのから出ればいいのになって思ってたんですけど、うん、その学校的にあんまりそのオープンじゃない感じ。オープンじゃない感じ。ダメだったのか単純にやらなかったのか分かんないんですけど、うん、大会に出ないってことですか？あんまり。ダンスは出なかった。ダンスは年に1回、うん、夏前くらいに私学の創作ダンスのコンクール、創作ダンスで、それには出てました。創作ダンスって何？創作ダンス。どうぞいやここですごい、うん、K-POP とか、はい、アイドルコピーとかそういうのじゃ全然なくて、はい、見た目は K-POP 的な感じだったり、はい、じゃなくて、あとバレエとか、あと何かのテーマ、はいはいはい、例えばそうです、ね、文明開化とか、おろろろろ、なんか文明開化だいぶすごい、開化とか、なんかあの神話のお話から取ったりとか、そういうテーマを自分たちで作ってそれを表現するっていうのが創作ダンスで、自分たちで全部振り考えて、勉強でも塾にも通っていったんですか？そうですね、はい、どことか言っていいの？鉄に行ってて、あ、僕の名前呼ばれたんですか今鉄力に行ってます、はい、出て、はい、で、はい、5人の終わり、うん、くらいから東大特進にも行ってます。あ、はいはいはい誰のやつ出てました？私、世界史の荒牧先生と、 あ、 さん、ね、はいはい、あと地理の村瀬先生。おお、世界史、地理の受験だったわけですね。そうですね、鉄には英語と数学しか行ってなかったんで、あとは学校の授業とか、うん、東大特進とかやってました、うんうんうん、本番はどうだったんですか、入試本番？なんかめちゃくちゃできたと思って、私数学全然できないんですけど、うんうん、超できたと思って、うん、できるんじゃないかって終わった直後思ったんですけど、うんうん、なんかだんだん自信がなくなってきて、で受かってればいいなと思って、うん、で受かってくれよかったんですけど、うん、全然開示見たら数学良くなくて、何だったんだろうみたいな、はいはいはい、共通テスト、センターどっちの時代？共通テストです。共通テスト、初めての共通テストでやってみてどうでした？はい、うわーって思ったの。まあこんなもんかみたいな。どうしようもないじゃないですか、共通テストになっちゃったのは、はいはい、だからどうしようもないなって思って受けてたんですけど、うん、なんか数学めっちゃ読まなきゃいけないし面倒みたいな。あ、でもセンターの過去問より共通テストの方が、私本番の方が、はいはいはい、よかった、よかったなって。それ頭ですよ頭がいい人にとっては共通テスト簡単ですからね。いやいや、でも東大だけ考えてたのか。慶応の法学部も受けたんですけど、はいはい、東大落ちてたら行ってたかもしれないです。慶応は楽でしたか、やっぱりこんな簡単なんだ。いや、全然そんな難しいですよ。で、全然東大と違うし、あ、そうね、東大の勉強しかしてこなかったんで。まあ東大行く人は小論文できちゃうしね。え、でもすごい不安で、小論文とかその場でチャラッと、問題はもちろんチャラッと、いや、見とけばできる、チャラッとできるよっていうふうに言われてたんですけど、私全然チャラッとできる気がしなかったんで、でもちゃんといっぱい書きました。お、対策みたいな。対策やったんだね。やりました、全然やりました。警報、まあ、英語とかも全然違いますからね。全然違います。じゃあこれみたいな問題、うん、でも受けたら受かっちゃうんですよ、東大行く人。分かりましたこれが現実なんですよ、はい。でもいつ東大行こうって決めたの？学校で先輩とか、うん、その同じダンス部の先輩とか、うん、やっぱ東大行ってる人いたので、はいはい、キャンパスも近くて本郷も近くて、はいはい、なんか5月祭とかも、はい、学校帰りに、ね、部活帰りにみんなで行ったりとかしてたんで、その絶対近くに、存在としてはすごく近くて、うん、で全然その外部の模試とかも公認まで受けたことなかったんですけど、公認での秋に部活引退してちゃんと勉強し始めて、うん、東大かなみたいな。やっぱ東大。法学部行きたいって決めたのは？法学部ずっと、まあ、文系って決めたのは高1の終わりとかだったと思うんですけど、あんまり他のところ興味なくて、ずっと、はい、法学部。弁護士になろうとかあるんですか？そうですね、将来弁護士になりたいと思ってます。でもそんなに漠然としてます、今もですけど。すごく何かビジョンがもう細かく決まってるわけ全然なくて、うん、刑法ともそれしか東大しか受けなかったんです。そうですね、はい、あとセンター利用は中央の方、まあ、協定利用ですね、その協定利用、協定利用で中央の法学部、まあ、
もう本当法学しか考えてなかった。今思うと、うん、経済とかも面白そうだなって思うんですけど、うん、その時の私はなんか法学部しか興味なかったみたいで、うん、早稲高は受けなかったんですか？受けてないです。やっぱ慶応だった。忘れたじゃん。いやなんかその2つ対策するなんかとか大変かなって思って。ああなるほど、うん、じゃあもう東大、じゃあ基本は東大の対策をいっぱいやってって、うんうん、そうですってことですね、はい。本番どうだったんですか？結構開示して数学はダメだって言ってましたけど、他もいやそんな思ってる人じゃなかったです。あ、そうなのね。どれができてました？英語できました？英語は私英語が、まあ、得意、うん、5科目の中で得意だったんで、うん、全然80くらい欲しかったんですけど、うん、79とかで、あーと思ってなんだみたいな、なんだ思ったよりって感じだったんですけど、うん、社会が好きで、はい、結構社会とかあと国語でちゃんと点数取れたのが良かったかなって、はい、国語でも取れたんですね。国語はなんかやってる途中もなんかできてるのがよく分かんなかったんですけど、最後の現代文とかやっぱみんな分からんしちゃってあれ取れてんのか分からん取れてんのか分かんなかった、はい、でも取れてたんですね。まあ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 。で合格発表どうだったんですか？今だってあそこ行かないんでしょ？そうですね、コロナだったんでなくて、張り出し本当見たかったんですけど、なんかタブレットで見て、はい、タブレット繋がらなくてもうダメだって諦めて、自分のスマホで見てそしたら繋がってあったんで、あったみたいな周りからわーってなりました。いやその時なんか部屋にリビングに私とお母さんしかいなくて、やっとあったあったみたいなえ、それ分1ってことね。そうです、分1です。あー、分1ってやっぱりすごい賢いですねそんなこと本当に普通です。なるほど。でも弁護士をずっと目指していくんですか、これからも？そうです、そういうふうに考えてます。なるほど。英語は英検とか受けてるんですか？ TOEIC とか。英検は中3くらいの時に11取って、はい、それから何もしてないですフランス語検定を去年受けて、はいはい、フランス語選択だったんですけど、はい、フランス語はこのまま終わっちゃうの、授業でなくなって終わっちゃうの嫌だなと思って一応3級取って、それからは何もしてないです。3級かい取れるわみんなトイック受けてない？受けてないです。あら、受けなきゃってずっと思ってるんですけど、はい、でも別に就活はしないしないでしょ、はい、このまま弁護士の世界に。じゃあ勉強してるってことですね、弁護士の世界に。いやしてないの勉強一応その塾は行ってるんですけど、はいはいはい、そんな全然中1の時からやってる子は中1の時から伊藤塾とか入って、うん、中1から伊藤塾、中1大学1年生から伊藤塾ですから大学1年生から伊藤塾とか入って、はい、そのコツコツやってる子、ね、たくさんいるんですけど、はい、私は全然そうじゃなくて、うん、勉強始めたのも去年とかなんで、はいはいはい、全然その差が大きくて、はい、あって思ってます。今はどういう活動してるんですか？サークルで K-POP ダンスやってあ、そうなんだ、はいはい、何のダンスをやる？K-POP もいろいろ、ほんと TWICE とか BLACKPINK とか、はい、ご存知ですか？もちろん知ってます。あ、ほんとですか？レッドベルベットが大好きで。おー、まあまあまあ、その世代感じます、ね、今のそこじゃないです。お知らせですか？お知らせですか、はい。私、ユアの友達、森哲さんには本当に高校1年生の頃に東大特進でお世話になっていたものです。はい、覚えてらっしゃいますか？1回しか出てないでしょ。そうですね、その1回で。さあ、むずいわすいません、一応最前列で最前列の女の子も何人もいる何人もいるわ過去に、はい、そして女の子は顔が変わってしまうから、あ、まあ、確かにそうですね、ちょっとはい、確かに変わったかもしれない、はい、私たちが携わらせていただいているあの学ぶハブっていう、学生団体があるんですけど、まあ、私があの代表している学生団体で、今25人くらい の, あの東大生で構成されています。あ、代表なの、はい、代表代表なのに携わらせていただいているっておかしくね自分のところ私大学1年生の12月に私が創設したんですけれども、創設なのに携わらせていただいているってことですね私たち学ぶハブアプリっていうものを、開発したんですけれども、受験生のための SNS アプリです。このアプリでは各々のユーザーが勉強や大学に関する質問をして、まあ、それに対して各大学 の, まあ学生大学生ユーザーやアドバイザーが答えたり、まあ、受験生同士で情報交換をすることができます。すごいところ
大きく分けて2つあるんですけれども、まあ、1つは受験生同士で、まあ、時間場所を問わず本当につながりを築けることが、まあ、同じ出身や志望校の人とつながり、まあ、情報を共有できるっていうことがこのアプリの大きなの特徴となってます。まあ、2つ目なんですけれども、自分が志望している大学の現役大学生とつながりを持てることですね。はい、志望校の先輩がどのように勉強していたかであったりとか、まあ、実際にどんな大学生活を送っているか、それを知ることで本当に大学ごとのキャンパスライフの違いとか、まあ、大学に入ってからの大学のさまざまなプログラムとか、大学生がどんな活動をしているかなどを知ることで、まあ、自分に合った大学っていうのを選べる、まあ、そういう偏差値以外の物差しを進路選択において持ってほしいなっていう思いから、まあ、このアプリを開発しました。はい、ちょっと最後に私たちみんなからのメッセージなんですけれども、本当に受験はみんな私たち学ぶハブのメンバーからのメッセージなんですけれども、受験は情報戦なので、このアプリをぜひダウンロードしてこの戦いにをと戦いを共に頑張りましょうこのアプリをねぜひダウンロードしていただいて、本当に地方の方も都会の方も、うん、受験を共に勝ち抜きましょう。はい、応援しております。まあ、詳細が気になる方は公式ツイッターやインスタグラムもチェックしてみてください。すごいすごい、途中に本当入ってきてすごいいなくなったけど、はい、ということで藤原さんに出ていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ですか、踊んなくていいんですか、こうやってたじゃないですかこれ知ってる人じゃないともう分かんない。ああ、そう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 、東大 K-POP ダンスサークルステップっていうところに入ってます。ステップからのステップですか、知らなかった。ごめんな、からにステップっていう歌があるんですよ。あ、そうなんです、はい、YouTube でたくさん動画上がってるのでぜひ見てみてください。あら、そうなんですね、はい、そうステップの CM に勝手にしちゃいます。はい、はいはい、大丈夫です、わかりました。